午後の紅茶のグレープ味うますぎて10本買った。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は11月2日からやってくるチャンピオンズリーグ週間 FP 予想をやっていきたいなと思います。11月2日来週木曜日の更新は指名契約も楽しみなんですけど、やっぱり週間でしょう。ここまで2回連続で CL 週間が来ていることから、おそらく11月2日はチャンピオンズリーグとリーグ戦の週間 FP 同時搭載濃厚なので、まずは CL 週間予想からやっていきましょう。今回もみんながワクワクするような予想をがっつり持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。なんかコメント欄とか見てると、イーフトやってない人も見てくれてるらしいんですよね。いや、それってめちゃめちゃ嬉しいことよ。ということで、まずはですね、前回の CL 週間予想の復習からやっていきたいなと思うんですけど、少し前の週間予想でも触れた通り、なんと8名正解、めちゃくちゃに当たりましたね。まあ対象試合が少ないっていうのもあるんですけど、これは褒められてもいいんじゃないですかね。褒めたらぐんぐん伸びるタイプです。どこかとは言わないけど。さあ、そしてこっからがですね、今週の予想になるんですけど、まずはチャンピオンズリーグ版日本人選手のコーナー行きましょうか。レアルソシエダの久保選手、いや、あのえぐいシュート皆さん見ましたか？あれ入ったらマジで伝説でしたよね。まあゴールとかアシストはなかったんですけど、チャンピオンズリーグ公式の MOM 獲得いたしました。チーム自体もベンフィカ相手に貴重な勝ち点3を挙げて、なんとグループ首位に立ちました。もしこのまま決勝トーナメントに行くことができれば、ソシエダとしては20年ぶりの快挙になるみたいですね。いや、マジでこれからが楽しみです。頑張れソシエダ、頑張れ久保建英。そして日本人選手が複数所属するセルティックはアトレティコマドリードと対戦。古橋選手が見事なワンツーからゴールを挙げました。いや、あれめちゃめちゃいいゴールでしたね。試合は引き分けだったんですけど、アトレティコ相手に2対2の引き分けで勝ち点1を手に入れました。お次はアーセナル冨安選手、フル出場でセビージャ戦の勝利に貢献。セルヒオラモスがね、冨安の足を踏んでちょっとヒヤッとしたシーンありましたけど、試合後は笑顔で話してて一安心しましたね。アーセナルもしっかり強いですよね。アルテタ監督、冨安さんリーグ戦スタメンで使ってあげてください。そんな感じで日本人選手だけでもこれだけ語れちゃうぐらい、各グループで日本人選手が活躍してますので、まあこういうのも含めてすごく楽しいですよね。この辺りも踏まえてがっつりポジション別の予想やっていきましょう。さあ、まずはですね、ゴールキーパーからになるんですけど、まあ今週のゴールキーパーは一択じゃないかな。マンチェスターユナイテッドからオナナ選手、後半ロスタイムに1対0とリードしてる中、劇的 PK ストップ。いや、あれはね、後からハイライトで見ましたけど震えましたね。 PK ストップクリーンシートで MOM 獲得、メインパートナーってことも考えると確定エースレベルだと思ってますね。最近のゴールキーパーの強化度マジで上がってきてますので、これは期待できそうですね。ユナイテッドはこの試合で CL 初勝利、決勝トーナメント進出につながる大きな勝ち点3となりました。いや、やっぱユナイテッドは決勝トーナメント行ってほしいですね。で、万が一ですね、オナナが選ばれないことがあれば、まあ引き分けですけど、セルティックのジョーハートが候補に入ってきそうですね。ということで、お次はディフェンダー見ていきましょう。ディフェンダーはですね、ちょっと今回かなり候補が少なくて、そもそもリストが3名しかいないんですけど、その中からナポリのナタン、そしてマンチェスターシティのアカンジピックアップさせていただきました。ユナイテッドのマグワイアもですね、決勝ゴール決めてますので可能性としては十分なんですけど、まあさすがに優先度はオナナの方が高くなるんじゃないかなって思ってますね。まあこの中だったらアカンジが一番可能性高いかな。ヤングボーイズ戦でこぼれ球押し込み先制点、ワンタッチシュートあたりがついて登場しそうですね。で、少し前に登場した最強指名契約がこちらになります。スキル完璧なので、このくらいの能力できたら当たり枠になるんですけど、まあ週間だとぶっちゃけここまで上がりきらないのかなって印象ですね。マンチェスターシティは圧倒的な強さを誇り3連勝。いや、この試合のね、ハーランドの3点目めちゃめちゃ好きだったので、まだ見てない方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。さあ、どんどん行きましょうか。お次はミッドフィルダー、なかなかに面白いメンツですよ。まずはバルセロナから20歳の新星フェルミン選手、マン・オブ・ザ・マッチを獲得してピックアップさせていただきました。まあ、先日のマルク・ギューしかり、いい若手がバンバン出てきますよね。バルセロナはですね、この試合負傷とか出場停止が重なってトップチーム登録者が12名しかいないというですね、緊急事態だったんですけど、しっかりと勝ち切り、これで3連勝。メッシ退団後としては初めての CL3 連勝となりました。で、このフェルミンはですね、まあ当然通常以外出たことはなくて、通常能力はこんな感じになります。まあまだ荒削りな能力ではありますけど、あのゴールを見る感じ、ミドルライジングあたりはスキル追加されそうですし、何よりこういう若手選手はバンバン週間来てほしいですね。メインパートナーってこともありますし、このタイミングでしょう、コナミさん。
そして2人目はバイエルンからムシアラをピックアップ。バイエルンはですね、ガラタサライに3対1で勝利していて、コマンやケインも候補に入ってくるんですけど、まあ登場回数なんかも考慮するとムシアラが筆頭候補になりそうかな。この時ぐらいの強化度で来てほしいかな。あとはケインの2点目もアシストみたいな感じだったので、スルーパス、ミドルシュートあたりがついてくるとさらに当たり度上がってくるんじゃないかなって思ってますね。そして3人目、ソシエダからメンデス選手ピックアップさせていただきました。いや、わかるよ、みんなの言いたいことは、少し前に来たやんこの能力でって。まあそうなんですよ。いやでもさ、メンデス選びたくないですか？チャンピオンズリーグ公式のマンオブザマッチは久保建英選手でしたけど、まあゴールを決めたってこともありますし、試合を通した活躍で見るとやっぱりメンデスになってくるんじゃないかなって思ってますね。てかソシエダめちゃめちゃ強くない？さっきも言った通り、これでインテルを抑えてグループ D 首位に躍り出ることになりました。そしてピックアップ最後の4人目はレアルマドリードからカマビンガ選手。まあ、今回は素直にマンオブザマッチのカマビンガピックアップさせていただきました。まあ、この後ですね、フォワードのところでも触れると思うんですけど、ホドリゴがセンターフォワード出場で得点決めてますので、まあ、ガチャ的にはセンターフォワード登録のホドリゴなんかが来てもかなり面白くなると思いますし、まあ、またもベリンガムが決めてますので、まあ、この辺りの誰かからは来るかなって感じで、まあ、登場回数とか活躍とかも参考にしつつ、今回はカマビンガ選んでみました。レアルマドリードはこれで3連勝。ここまでチャンピオンズリーグ無傷の3連勝はバルセロナ、レアルマドリード、バイエルンミュンヘン、マンチェスターシティ、この4チームとなりました。そんな感じでピックアップはですね、こちらの4名になるんですけど、期待枠で言うとパリ・サンジェルマンのザイリエメリ選手、この選手は最後まで選ぶか迷いましたね。なんと実は2006年生まれの17歳なんですけど、大舞台で2アシストの大活躍、周回選ばれる可能性は十分あるんじゃないかなって思ってますね。ということでラストフォワード見ていきましょう。フォワードに関してもミッドフィルダーと同じく4名ピックアップで、まずは今週の F 格枠、ポルトで途中出場からハットトリックをぶちかましたエヴァニューソン選手。まあこれは来るでしょう。ハットトリックだけでもほぼ確定なのに、途中出場はもう確定演出間違いないですね。通常能力はこんな感じで、ダブルタッチワンシュー持ち嬉しいですね。能力もこっからスーパーサブ乗れば悪くはなさそうだし、初登場なので楽しみな選手の一人ですね。ポルトはバルサと同じくグループ H で盤石の2位キープをしております。そして2人目はアーセナルで1ゴール1アシストのジェズス選手。実はジェズスって、ドクジェズスが指名契約で来ましたけど、e フットボールになってから1回も週刊来てないんですよね。まあ怪我でね、離脱していた期間があったっていうのもあるんですけど、これは週刊復活に期待しちゃっていいんじゃないですかね。マルティネリへのアシストも完璧だったので、スルーパス追加もほぼ確定になりそうですね。ゴールも狭いところから打ち抜く技ありゴール、いやもうあの活躍は来てほしいですね。ただジェズスに関してはアップデートでラインブレーカーからリンクフォワードに変わってるのと、ワンタッチシュートも消えちゃってるんですよね。まあこの辺りがちょっと痛いですが、ここをうまく週刊の強化で補強してくれたら間違いなく当たり枠になってくるんじゃないかなって思ってますね。アーセナルはグループ B で安定の首位をキープしております。さあラストスパート、お次はフェイエノールトからヒメネス選手。日本代表上田綺世選手のチームメイト、ライバルでもあるストライカーがラツィオ相手に圧巻の2ゴール、こちらも登場可能性高そうかな。1点目のターンからのゴール、激うまでした。通常能力はこんな感じで、フィジカルゴリゴリタイプのラインブレーカーですね。フェイエノールトはこれでグループ E 首位に立ったんですけど、上位3チームかなり混戦状態ですね。いやーセルティックもマジで頑張ってほしいです。フォワード最後はちょっと攻めた予想になるんですけど、パリ・サンジェルマンからイガイン選手ピックアップさせていただきました。いや僕ね結構あると思ってるんですよね。まあ、ぶっちゃけですね、活躍だけを見るならマウザマッチのムバッペになると思うんですけど、かなり直近に来てたりとか、まあ、ザイル・エミリとめちゃめちゃ迷って今回はイガインピックアップさせていただきました。途中出場から試合を決定づける3点目、イガインマジでシュートうまいですよね。完璧なコースに打ち抜きました。でしかもねイガインってスキルめちゃくちゃ優秀だし、今の環境にも合う能力値してるんですよね。いやここにスーパーサブついたら結構強いと思うんですよ。ワンチャントップレアになるポテンシャルも秘めてると思いましたので、そこの期待も込めて今回ピックアップさせていただきました。イガイン来てください。ちなみにこの結果を受けて死の組グループ F とんでもないことになっております。マジでどこが突破するのかわからない状況なんですけど、ぜひ皆さんの予想をコメント欄に書いてみてください。
はい、ということでちょっと長くなっちゃいましたけど、フォワードの予想こんな感じかな。まあ個人的な気持ちで言えば、チャンピオンズリーグは引き分けの試合からも来たりするので、セルティックのブラース選手とか来てほしいですよね。まあ何度も言いますけど、ワンツーからのゴールすごかったので、ぜひまだ見てない方はチェックしてみてください。まああとはしれっとハーランドあたりが来そうな気持ちもするし、うん、とにかく楽しみです。ということで最後に11名まとめるとこんな感じになります。まあ今週で言うと、フェルミン、ムシアラ、イガイン、ジェズス、このあたりに期待したいのと、オナナがね意外とめっちゃ強いゴールキーパーになりそうな気もしますので、このあたりに期待しながら来週木曜日待っていきたいなと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。そして毎日動画見てくれて本当にありがとう。まだまだ動画投稿していくぜ、バモー。